皆さんも一度は見たことがあるこの絵。これは画家のビゴーが描いた魚釣り遊びという風刺画で、19世紀末に日本、新、ロシアが朝鮮をめぐって争う様子を風刺しています。帝国主義時代にはこのような複数の大国による小国の魚釣りが世界各地で勃発しました。その中でもよく見落とされがちなのがチベットです。険しい山々に囲まれ、長い間孤立していたチベットも帝国主義の波には抗えず、清、イギリス、ロシア、日本はチベットをめぐって静かな争いを繰り広げていました。今回はそんなチベットをめぐる大国間の魚釣り、そしてその中で暗躍した日本人諜報員たちの活動に迫ります。この動画はサーフシャーク VPN の提供でお送りします。VPN を使わずとも多くの人が十分安全な通信ができる今の時代、VPN の最も有用な機能は国境を越えてコンテンツを見ることができるところでしょう。例えば海外でしか見られない映画を視聴したい場合に、VPN はあなたの IP アドレスを変えることでこれを可能にします。社会部というコードを使うと 85% の割引に加え3ヶ月分が無料になります。詳細は概要欄をご覧ください。清が長年取ってきた体制は間接統治で、中国本土と満州以外のモンゴル、青海、ウイグル、そしてチベットを伝統の継承を認め、慣習を変えないとの原則のもとに、現地の有力者に代わりに統治させる体制を取ってきました。しかしこの体制は19世紀頃から変化していきました。清はそれまで東アジアの覇者でしたが、西洋列強、とりわけイギリスとロシアがアジアで新たな領土をめぐって争うようになったのです。きっかけはイギリスのインド進出でした。当初イギリスは一部の沿岸都市を支配するに過ぎませんでしたが、その後数十年かけて現在のパキスタンあたりまでその植民地を広げていきました。こうしたイギリスの内陸部への進出を一番警戒したのがロシアです。ロシアはこれにこうして現在のカザフスタン一帯にあった国々にロシアに従属するように圧力をかけ、これがさらにイギリスの警戒感を強めました。そこでイギリスは間に位置していたアフガニスタンに傀儡政権を樹立しようと試みますが、当然アフガニスタンはこれに反抗します。その結果起こったのが1838年からの第一次アフガン戦争です。イギリス軍は一旦はアフガニスタンの平定に成功しますが、戦争末期にアフガン軍による反撃でカブールに駐留していたイギリス人1万2000人が全滅したのを機に戦争継続を断念しました。ロシアの南下とイギリスがそれに対抗する形の戦争は19世紀にあらゆる場所で起きました。最も有名な例の一つがクリミア戦争でしょう。この戦争の原因はオスマン帝国の衰退で、ロシアはこれを良い機会に南方へ拡大しようと試みたのです。当初はロシアの優勢で戦争は進みましたが、これを脅威と捉えたイギリスとフランスがオスマン帝国側についたことで、最終的にはオスマン帝国側が勝利するものの、この戦争はイギリスに非常に大きな負担を強いました。英ロ双方が多大なる戦力を消耗したのもあり、両国はクリミア戦争の後、1873年にアフガニスタンの北側の国境を定め、お互いにその線を越えないとの合意に達し、緊張は和らいだと思われました。ところがロシアはこの合意からわずか数年でアフガニスタンの北にあった2カ国を併合。これは合意に違反するわけではなかったものの、一旦落ち着いた英ロ関係には再び緊張が走りました。ロシアはさらにアフガニスタンにロシアと軍事同盟を結ぶよう提案し、イギリスはこれを防ぐためにアフガニスタンにイギリスの外交施設を常駐できるように要求。これを拒否されたのを口実として第二次アフガン戦争を起こしました。前回と違い2回目の戦争ではイギリスは準備を十分に行ったおかげで勝利し、アフガニスタンを保護国化して外交権を獲得するのに成功しました。その後も緊張はしばらく続きましたが、これは19世紀末のドイツ帝国の台頭によって和らいでいきました。ドイツ帝国が軍事力を増したことで英ロ双方がそちらに集中せざるを得なくなり、1895年アフガニスタンを両国の干渉国として尊重することに合意したのです。ただこれはあくまでアフガニスタンに限った話であり、ここから英ロの勢力圏争いはチベットに移っていくことになります。チベットは北と東を清、反対側の南と西を英領インドに囲まれ、さらに南下政策を取るロシアの影響が及ぶという大国の勢力が複雑に交錯する位置にありました。清の支配下に入って以来、しばらくは清の軍事力で十分でしたが、19世紀初頭からの清の衰退によりチベットの安全保障には陰りが見え始めました。清の衰退を顕著に示したのが1839年のアヘン戦争です。
これにより明らかになったのは、清はイギリスのような欧米列強に対抗する力をもはや持っていないことでした。それまでは清によって外敵から守られていたチベットでしたが、これを受けてチベットは一つの国に頼るのではなく、イギリスやロシアをはじめとした複数の列強と絶妙な関係を保ち、うまく利用することで生き残りを図ろうとしたのです。ではそれぞれの勢力は一体何を欲し何を恐れていたのでしょうか。まずはイギリスです。イギリスは19世紀初頭から本格的にインドの安全を万全にするべく、北端に位置するネパール王国とシッキム王国を保護国に、そしてブータン王国の外交権を獲得しました。これによってチベットはイギリス勢力と直接国境を接することになり、このまま自分たちも併合されるのではないかと危惧しました。特にシッキム王国が抑えられたことで、インドからチベットの首都ラサへ到達するのがより容易になったのはチベットにとっての大きな懸念点となり、これを受けてチベットはシッキム王国内に軍を駐屯させました。しかしこれは逆にイギリスを挑発してしまい、1888年にイギリス軍が駐屯軍を撃退した上で、チベット領内のチュンビ渓谷にまで侵入して威嚇を行いました。この戦争の結果、イギリスはチベット及び清にシッキム王国の保護国化、そしてチュンビ渓谷における領事裁判権と英軍の駐屯権を認めさせました。このようにチベットは南から迫る大国の影響力に飲まれ、一時は権益を手放さなければなりませんでしたが、他の国とは違い併合まではされませんでした。なぜならその反対側にはイギリスの宿敵ロシアがいたからです。イギリスが隣国を次々と征服し、清にも頼れない中で敵の敵であるロシアに接近するのはごく自然な選択でした。またロシアにとっても北に進出してくるイギリスは南下政策の障害であり、チベットをその防波堤にするのには大きな意義がありました。チベット側は早速ロシア領内の仏教団体などを通してロシアに庇護を求め、ロシア領内の武装やロシア政府関係者の駐在、軍備近代化支援など交流を深めました。日本がチベット情勢に関心を示し始めたのはこの頃でした。日本は200年以上にわたって鎖国政策をとっており、長い間欧州列強による植民地獲得競争とは無縁でした。しかしアヘン戦争や黒船来航が象徴するように、19世紀に入ると欧州列強の活動が日本周辺にも及び始め、いずれ植民地化されてしまうという懸念が広まりました。南下したいロシアとそれを止めたいイギリスの対立は少なからず日本の内政にも影響を与え、実際に日清戦争はロシアの勢力が朝鮮に及ばないように、そして日露戦争はイギリスの強い後押しのもとに起こった戦争でした。このように日本近代史と英露対立は切っても切れない関係にあり、アジアにおける英露の力関係は日本にとって注意深く観察するべき問題だったのです。またそれ以上に問題だったのは、日清戦争後に一段と衰退を加速した清において列強がさらなる領土分割を進めたことでした。ロシアは満州、フランスは広西省、ドイツは山東省、イギリスは雲南省に相次いで進出し、日本は東アジアで西洋列強の勢力がますます強まるのに危機感を抱きました。チベットはその中でもまだどの勢力にも占有されていない地域で、日本はここにイギリス、ロシア、清に続く第四勢力として加わり、他の列強の影響力を抑え込もうとしたのです。このような情勢下で、それまでは遠くて謎の国であったチベットに複数の日本人が渡り諜報活動を行いました。まず1900年、仏僧の川口英会が仏教修行と研究のため、そして翌年の1901年に成田安岐が外務省の諜報員としてチベットを訪れました。それまで清やイギリス経由でしか情報が手に入らなかった中で、2人は現地から一時情報をもたらす初めての存在となりました。まず2人はチベットの経済的価値に注目します。川口はチベットは主に羊毛や毛皮、仏典や仏像を輸出していること、成田はチベットには巨大な金鉱があると伝えました。また2人はチベットで日本産の物品がすでに流通しているのを発見し、その市場としての潜在性を伝えています。例えば川口は商店街を歩いた際のことをこう振り返りました。ある日私はラサの目抜きである、いわば東京の銀座通りとも言うべきパルコロという道を巡ってまいりました。その中で最も私の感じたのは日本のマッチです。大阪の土井という人がこしらえたマッチがチベットのラサ府の中に入っているです。それから日本の竹すだれに女の絵などの書いてあるものがやはり入っている。なお陶器類でも九谷焼、それは店の売り物としては出ておらんけれども、などが貴族の家に行くとあるです。また日本の絵なども貴族の家に額面として折々かけられてある。それらの日本品を見て、心なき物品は心ある人間よりも偉いと思うて自分ながらおかしく感じました。
空気が薄くても発火する日本製のマッチはチベットで重宝され、陶器や絵画も高級品として流通していたようです。川口も成田もイギリスとロシアがチベットをめぐって争っていた当時の国際情勢は熟知していました。成田は自身の報告書の中で、イギリスがインドの安全を守るために過去数十年の間に周辺国を緩衝地帯化してきたこと、そしてインドとチベットの貿易を加速するために制限を撤廃するよう真に圧力をかけてきた経緯を紹介しました。また成田は中国でさらに詳しい情報も獲得しました。国境警備。チベットは5年前にヤートンを開き、そこに市の税管理並びに英人1名が配置され商品の出入りを登記している。チベット国境の中でヤートンは最も厳重で、大絶壁の間に城壁が築かれ、チベット人が約 400〜500名、シナ人が約 200〜300名おり、ラサまでは16、7日ほどの距離にある。軍事力。ラサには約1000余りのシナ兵がいる。チベット兵は万余あり、相続混合で火縄銃を所持する。チベット兵の多くは臆病で、兵隊としては価値がない。信との関係。チベット人はイギリスと一朝有事の際、シナが頼むに足らないことを看破しており、昨年秋サンクトペテルブルグに贈り物を携えた使者を派遣した。シナはチベットで大いに信用を失いつつあるようである。ロシアとの関係。ロシア人は常にチベットの機嫌を取る戦略をとっている。往年あるロシア人はチベット人を通じてダライラマに、もしイギリスがチベットに難を構えることがあればロシアはチベット救援を躊躇しないと申し込んだ。イギリスとの関係。イギリスはチベットに迫ってヤートン以北のパーリを貿易場にしようとし、チベット人はこれを許せばイギリスが必ずヤートンからパーリまでの地域領有を試みるだろうと強く嫌悪している。イギリスがこうした態度であるため、チベット人はロシアに向かう傾向にある。チベットの将来。現行のような形勢をそのままにしておけば、チベットは将来ついにロエの分割に終わるのみである。成田の述べる通り、当時チベットはロシアとの友好を深めていた最中で、川口はロシアの影響力がチベット社会に深く浸透している現状を見ました。ロシアは自国領内の150人以上ものモンゴル人僧侶をチベットに送り込み、そのうち一人はダライラマと深い親交を築いたといいます。川口は成田とは違い、あくまで個人的な仏教修行のためにチベットに赴いたはずでしたが、川口が得た政治情報の量と質は外務省の講演があった成田のものよりも優れていました。川口は成田よりもチベット語を流暢に喋れたことや、医者としても活躍したおかげでチベットの政府高官や大臣と親密な関係を築き、機密情報を手に入れることもありました。チベット社会と政府に深く入り込んだ川口は、当時のチベット人の意識を次のようにまとめました。国家意識の欠如。チベット政府の人間は国の利益を犠牲にしても自分の利益を図る。チベットの外交政略は全て利害の感情の上において定まるため、外国はこの弱点に突っ込んで大臣をうまく籠絡すれば、ほぼ外交上のことが成り立つような具合になっている。独立心の欠如。チベット人の依頼的根性は一朝一夕に起こったものではない。ある時はインドに、またある時はシナを頼んで自国の生存を全うしようとした。か弱い不女子の根性であって、少しも独立心というものがない。そうしたチベットの独立はおぼつかない。軍事力。チベットの人口600万人中、兵士の数は5000人、シナ兵は2000人である。両者ともに気概がなく、普通人民より劣りはしまいかと思うほどである。ラサの近くに鉄砲製造所があり、火縄銃に代わって新式鉄砲の製造が進められることになった。特にチベットの官僚が私利私欲を優先するという側面は、チベットを外から操りたいと思っていた日本にとって好都合であり有益な情報でした。川口と成田の報告書からは、チベットを非文明的と見る姿勢も垣間見えます。特に川口は自身の旅行記の序文でこう述べています。チベットは仏教国なり、チベットより仏教を除去せば、ただ荒廃せる国土と猛舞なる万人とあるのみ。仏教の社会に及ぼせる勢力の偉大なると、その古代における発達とは個人の経験に値するものなきにあらず。このように川口はチベット仏教自体は賛美する一方で、人々に関してはその崇高さに見合わないとの見方をしています。また川口はチベット独特の葬儀である長葬を目の当たりにした際に、鳥に与えるためにチベット人たちが手で遺体を分解した後、遺体の一部がまだ手についた状態でお茶を作ったのを見て、これを野蛮だと述べました。だから自分の手についている死骸の肉や脳みそが麦焦がしの粉と一緒になってしまうけれども、平気で食っている。どうも驚かざるを得ないです。あまりやり方が残酷でもあり不潔ですから、そんな不潔なことをせずに手を一遍洗ったらどうかと私が言いましたら、そんな気の弱いことで坊主の役目が務まるものかと、こういう挨拶。
で、実はこれがうまいのだ、汚いなんて嫌わずにこうして食っていれば仏も大いに喜ぶのだと言ってちっとも言いに返しない。いかにもチベットという国は昔は落石の住家で人の肉を食った黒人であって、今の人民もその子孫であるということですが、なるほど、落石の子孫たるに恥じないところの人類であると思って実に驚いたです。川口が帰国後に観光した製造旅行記は評判を呼び、それまでチベットのことを全く知らなかった日本人にとってこのような文化は大きな驚きを持って受け止められました。帝国主義時代とはこのように全く異なる文化を持つ人々が一気に交流を持った時代であり、列強は自らを文明人と称して未開人をより良い方向に導かなければならないという使命感がごく普通に共有された時代でした。川口の旅行記は当時のそのような世相をよく反映しています。川口と成田の後に活躍したのが寺本円雅です。寺本は仏教学者で、川口と成田が情報収集に主眼を置いていたのに対し、寺本は実際に日本とチベットの外交関係を大きく進展させました。寺本はかねてより熱心なアジア主義者で、仏教を通じて日本、清、モンゴル、チベットの連携を強めて共に西洋列強に対抗するという野望を持っていました。寺本はロシアをアジアの最大の脅威と捉えており、工作活動中は一貫してロシア勢力を封じ込めるのに勤しみます。これを実現するにあたり、寺本が練り上げた戦略はこうです。まず寺本はダライラマの側近たちと関係を築き、それぞれがどのような人物なのか、そしてどの勢力に傾いているのかを調べたところ、側近の多くが親ロ派であると同時に、ダライラマ本人もイギリスと清を嫌っていることを突き止めました。親ロ派を親日に変えるのはもちろんのこと、清とイギリスとの関係も改善し、ロシアを離反させます。厳密にはイギリスと手を組むのはアジア主義の原則に反しますが、当時は日英同盟もすでに締結されていて、ロシアを排除するという点では強力な味方でした。ロシアの勢力が弱くなるのには、将来日本が満州と内蒙古に進出する上での障害が軽くなるという利点もありました。そして仏教という共通点を生かして、日本がダライ・ラマもしくはその側近と親交を深め、最終的には来日させる。これが寺本の大戦略でした。寺本がチベットの中枢で親日派獲得に奔走した結果、まず実現したのが1908年の五台山会談です。これはダライ・ラマと西本願寺法師、大谷洪水の弟である大谷尊勇の会見で、チベット仏教界と日本仏教界が初めて大々的に交流する歴史的な瞬間でした。この会談では友好を確かめ合うとともに、両者の間で留学生を交換する合意がなされました。ダライ・ラマはその後北京に赴き、西太后と高所帝と会見、清とも関係を一歩前進させます。寺本はこの後さらにダライ・ラマもしくは使節を来日させるよう参謀本部から依頼されており、西本願寺による費用負担のもと準備を進めていました。これを機に日本の国力を誇示し、ダライ・ラマを日本側に引きつけようとしたのです。しかし参謀本部は急な接近による清とイギリスの反発を考慮し、これを秘密に進めるよう望んだ一方、西本願寺はこれを大々的に宣伝したがり、両者が対立した結果、西本願寺が費用負担を拒絶、参謀本部は来日には賛成するものの費用負担は拒否しました。それまで話を進めてきた来日計画が突然中止されるのは、日本及び寺本自身のダライラマからの信頼に関わる重大な問題であったため、寺本は自ら資金を集め、ダライラマの施設を来日させる日程を練り上げ、実行直前まで進めました。ところがダライラマが北京で会談を行った翌月に西太后と高所帝が崩御、北京の日本大使館はこれを理由に来日するには適当な時期ではないとして中止を要請しました。公使館はもともと日本とチベットが急接近することによるイギリスと清の反発を恐れ、来日にはあまり積極的ではありませんでした。こうしてチベット使節団の来日計画は完全に消滅。寺本はこれを機に疲労困憊し帰国、それからチベットに戻ることはありませんでした。寺本が尽力してきたチベット使節団来日は結局実現には至りませんでしたが、少なくとも寺本は日本とチベットを一気に接近させるのには大きく貢献しました。ただ寺本が活躍した1908年頃にはチベット工作活動の意義は徐々に薄れていました。なぜならチベットをめぐる争いはイギリスの勝利で終結したからです。1900年代前半までチベットでは親ロ派が優勢となり、これに危機感を抱いたイギリスが1903年にチベットに侵攻し、首都ラサを占領後ラサ条約を締結し、イギリスの同意なしにいかなる外国の干渉も受けないよう誓わせました。ちなみにダライラマはこの戦争でモンゴルに亡命後、ロシアの保護を求めましたが、ロシアはイギリスと清との対立を恐れてこれを拒否しました。さらに1907年に締結された英露協商は100年以上にわたる英露対立に終止符を打ったと言われています。
この背後には勢力を急速に増しつつあったドイツ帝国の存在がありました。それまでお互いを第一の脅威とみなしていたイギリスとロシアでしたが、1900年代に入るとドイツが国力を一気に高めつつあり、ドイツを封じ込めたいという点で英ロの利害が一致したのです。また日露戦争でのロシアの敗北は東アジアでの日英の優位性を証明し、ロシアはそれ以上アジアに進出する意志と力を失ったのです。こうして英ロが争わなくなったことで、日本もチベットにこだわる理由がなくなりました。その後各勢力はチベットにおいて情報収集以上の目立った活動はしなくなりました。しかしそんな中でも活躍を見せた日本人はいました。例えば交換留学生としてチベットに派遣された青木文教はダライラマの教学顧問を務め、第一次世界大戦でイギリスの兵力が手薄になった際には清の侵攻を防ぐため期間中の購入に協力しました。また青木の辞書によれば、チベットを表すこの旗は1912年の独立戦争の最中にチベット人司令官と青木が伝統なチベットの記号と日本の旭日旗を組み合わせて作った軍旗で、独立後に国旗として採用されたと言われています。チベットは結果的にイギリスに従属する立場にはなったものの、どこか一つの国に完全に支配されることはなく独立も果たしました。もちろんこれは険しい山々に囲まれて征服しづらいという側面が強かったでしょうが、それでも大国と大国の力関係をうまく調整した外交手腕はこれに確かに貢献したでしょう。ただ今回紹介した時代以降もチベットをめぐる争いは終わりませんでした。第二次世界大戦後はソ連及び中国とアメリカが自らの陣営にチベットを引き込もうと争い、1959年のチベット併合を機にダライラマはインドへ亡命、現在ではインドと中国が国境紛争を続けています。将来チベットに平和は訪れるのでしょうか。一つ歴史から学べることがあるとすれば、チベットにそれを決める力はないことでしょう。魚は餌は選べても住む池までは選べないのです。